ノルディックウォーキングは、新しいスポーツとして、フィンランドから始まりました。ノルディックウォーキングの特徴といいますと、上半身、頭を除いた上半身の筋肉をすべて使うということで、ウォーキングの一歩進んだパターンと考えてよろしいかと思います。両手にポールを持ちまして、このポールを前後に、元気よく振って歩く。そうしますと上半身の筋肉すべて使うということになります。健康にもとても良いということで、中山平温泉では、地域を挙げて取り組むことになりました。中山平温泉恒例のノルディックウォーキング、今年は第9回ノルディックウォーキングのご案内ということで行います。今年のコンセプトはですね、落ち葉の絨毯を歩こうということで、都会の方は落ち葉を歩くのが大好きということで、そこに目をつけてこういうコンセプトを作りました。一番の特徴といいますのは、やはり上半身の筋肉をいっぱい使う、十分に使うということです。それから、お客さんとのお話ができる。でちょうどお話ししながら歩くペースがちょうどいいと言われております。それから綺麗な景色を見て歩くということですね。柔らかい土、それから芝生、落ち葉、この柔らかいコースがですね、50% 以上、半分以上あるところ、柔らかいコースを歩いて、それからお風呂に入り、食事をして、地元のおいしいものを一箇所、狭いエリアで楽しむことができるというところが、中山平の特徴というふうに言えると思います。皆さん、ぜひ中山平温泉の方においでいただきたいと思います。